ありがとう。この浴衣お気に入りなんだ。なんでかっていうと、わかっちゃうか。プロデューサーさん？あー、またそうやって。バテちゃうからしっかり食べなきゃって前にも言ったのに。本当に気をつけなくちゃダメだよ。とりあえずどこか食べられるところ探すね。近くにはないみたい。あれ、なんか聞こえる？たこ焼き、サクサクだったね。あ、プロデューサーさん、青のりついてるよ。口のあたり。うん、バッチリ。プロデューサーさん、もうお腹いっぱいになった？いいの？じゃあ金魚すくい。破れちゃった。昔はできたのにな。うん、天下ちゃんとよくやってた。それでね、たくさん救った方がその数だけお願いできるってルールで競争してたの。でしょ。そうだ、プロデューサーさん、やってみない？勝負、アマナとプロデューサーさんで。よーし。破れちゃった。どうだった？あ、アマナの勝ち？やった！じゃあ早速お願い聞いてもらうよ。ではでは、プロデューサーさんにしてもらうことは、一つ目、プロデューサーさんの手料理が食べたい。こっちも準備できたよ。うん。いいの。一緒に作った方が楽しそうだもん。じゃあ改めて開始。完成。この前お母さんが作ってくれた夏バテに効く美味しいレシピだよ。例えば梅干しは食欲増進してくれるし、こっちのお野菜はミネラルたっぷりなんだよ。うん、だからプロデューサーさんもたくさん食べようね。時々お母さんの手伝いするくらいだよ。プロデューサーさんはあまりやらないの？
お仕事で遅くなっちゃうと残ってないんだね。そうだよね。あ、そうだ、プロデューサーさん、時々うちにご飯食べに来る？天下ちゃんもきっと喜ぶし。そっか。一つ目、プロデューサーさんの手料。あ、でもしないわけじゃないんだね。あんまりやらないのかなとか思ってたかも。ごめんね。そうなんだね。でもわかる気がする。お手伝いした時に天下ちゃんとかみんなが美味しいって言ってくれるの嬉しくて、その言葉のためにやってるところもあるから、アマナも自分一人だとそうなっちゃうかも。一つ目、プロデューサーさんの手料理が。お仕事忙しいもんね。そうしてくれると嬉しいな。プロデューサーさん、お料理どんどん上手になっちゃったりして。楽しみにしてるよ。のレッスンに付き合う。ワン、ツー、スリー、フォー。ファイブ、シックス、セブン、エイト。ありがとうございます。へへへ。はい、お疲れ様でした。プロデューサーさん、お疲れ様。あ、はい、お水。動いた後のお水ってめっちゃ美味しいよね。一緒にやっていい？うん、今日はもう予定ないからね。あ、そうだ、プロデューサーさん、今日の夕飯何にする予定？そうめんね。了解。そこのスーパーで材料買ってくる。売り切れちゃう前に。のレッスンにつき。うん、もちろんだよ、プロデューサーさん。どんなことから始める？了解。じゃあ早速なんだけど、今週末とかどうかな？無理のない範囲で習慣化していこうね。二つ目、アマナのレッスンに付き合。朝活だね。ん？苦手なの？早起き。そっか。プロデューサーさんが迷惑じゃなかったら、モーニングコールとかしよっか。
いつも朝は早いから大丈夫。いろいろ準備とかあるからね。アマナに任せて。よろしくお願いします。お疲れ様。はい、コーヒー。お家で入れたのを水筒に詰めただけだよ。お砂糖必要かなって。最近画面に向かってずっと難しそうな顔してたから。今日うまくいったのはその頑張りのおかげなんだね。いつもありがとう。そうだ、プロデューサーさん、時間あるしちょっと歩かない？久々に運動したいんじゃないかなと思って。ただいま戻りました。結構歩いたね。あ、プロデューサーさん全然疲れてないね。まだまだ余裕だぞって感じするよ。よかった。そんなことないよ。プロデューサーさんが続けようとしてくれるから付き合ってるだけ。プロデューサーさんならきっと大丈夫。ちゃんと自炊も続けてるって言ってたし、お料理の写真とかない？プロデューサーさんが作ったの見てみたい。そっか、プロデューサーさんさえ良ければだけど、今度直接見たいな。それじゃあハンバーグ、アマナ大好きなんだ。わ、プロデューサーさんもハンバーグ好きなの？確かにそうだけど、なんでもないよ。じゃあアマナは前の日から何も食べないぞ。冗談だよ。きっと気持ちは膨らんじゃうけど。本当に？何がいいかな？何がいいかな？
し暑かったらフーフーして食べるから。じゃあプロデューサーさん、いただきます。めっちゃ美味しいよプロデューサーさん。うん、いくらでも食べられちゃいそう。時々お願いしちゃいたいくらい。美味しかったプロデューサーさん、ごちそうさま。うん、まだ少しなら大丈夫だよ。記念に残しておきたいの。綺麗に撮れた。後でプロデューサーさんにも送るね。プロデューサーさん、今日は美味しいご飯ありがとう。デザートもたくさん食べてお腹いっぱい。今めっちゃ幸せな気分だよ。おかげでエネルギー満タン。明日からもしっかり頑張るね。追伸。デザートの写真ちょっと加工してみたよ。ベリーデリシャス&スイートタイム、メイドバイプロデューサーさん。